ベラーチャンネル。皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。 JST 留学ホームステイ担当のワニメです。今日お話しするトピックスは、急げ2023年カナダワーキングホリデーということで、カナダのワーキングホリデーについて詳しくお届けします。今現状ですね、 JST ではカナダへの語学研修およびこのワーキングホリデーですね、すごく問い合わせ増えてます。でどんな問い合わせかって言いますと、やっぱりビザいつぐらいに申請したらいいですか、また年内に行く予定がないんですけど年明けに行くんですが、特に3月とか4月ね、年明けになってしまうんですけど今申請した方がいいでしょうかっていう問い合わせを受けるんですけれども、今日ですね、この動画を見ている方でどうしようかな、もういつ申請した方がいいかな、行く日は大体決まってるけれどもまだ確定できないんだけどなという方はぜひ必見です。一応ですね、カナダのワーキングホリデーの制度について念のためにおさらいなんですが、2カ国間、例えば日本とカナダ、それぞれの協定に基づいてですね、カナダで休暇を楽しみながらその間の滞在資金を稼いでもいいですよ、仕事してもいいですよ、アルバイトしていいですよっていう、そういう、就労を認める制度なんですね、ワーキングホリデーっていうのは。ですので逆を言うと、カナダ人の方も日本にこうワーキングホリデーで来ていて、私の知人なんかは英語の先生をされたりとか、あと以前は魚屋さんでアルバイトをしているカナダ人もいましたね。たどたどしい日本語を使いながら頑張ってやってる姿がすごく印象残ってるんですけれども、そういうふうにカナダと日本とお互いの若者たちをこうね、協定を結んで就労する、旅行をしたりとか、それぞれも見聞を広める時間を当てていいよっていう、そういう制度です。原則これ相手国とごとに一生に一度しか使えません、申請できませんから、だからすごくプレミアムで、すごくこう経験を積むというか異文化交流をするのには最適な制度、ワーキングホリデーすごいなっていうふうに思います。語学研修と迷われる方なんかは、特に滞在期間なんかはね、ワーキングホリデーは1年間、原則1年間です。1年間入国してから1年間滞在ができる。中にはそれぞれ予定とか計画があって6ヶ月で切り上げて帰ってらっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、1年間行かなきゃいけないということではなく、マックス1年間カナダに滞在できます。で語学研修の場合は特にカナダ6ヶ月以内の滞在の方はビザの申請すらいらないんですけど、中には2年行きたいとか3年行きたいという方もいらっしゃるんですが、そういう方は全然問題なく授業料を払って学生ビザをそれぞれこう申請すれば2年でも3年でも滞在することができますので、その点が大きく違うということですね。あと年齢です。語学研修とかこちらの方は年齢関係なく老若男女実現できるんですけど、ワーキングホリデーの場合は18歳から30歳まで、年齢制限がありますので、やっぱりこの辺は大きな違い、さらに仕事ができるかできないか、アルバイトしてもいいですよっていう、公的な許可がありますので、ワーキングホリデーは稼ぎながら、滞在資金をこうね、アルバイトでこう賄いながら滞在ができるという部分では非常に魅力的かなというふうに思います。でこれね、クォーターって書いてありますけれども、つまり6500枠あるんですね。でこれ6500っていうのは日本人に対しての割合です。他にも韓国の方、台湾の方、中国の方みたいな風に枠、国ごとにこう枠が割り振りされるんですけれども、日本人の枠は6500で、これがですね、もう5ヶ月足らずでですね、なんと1343、今現状スポットアベイラブル、残っているのが1343ということなので、もう5000枠ぐらい、もうすでにビザが発給されているわけですよね。ですので今残っているのが1343、これはですね、もう急いだ方がいいかなと。1年以内にカナダに行かれる方は絶対に早めに申請、早めにというかもう本当に今すぐにでも動いた方がいいかなというふうに思います。でカナダのワーキングホリデーのこの日本人枠のこう発表っていうのは、
今年は1月9日に発表されたんですけど、大体例年同じ時期1月の半ばぐらいに発表されるんですけれども、発表されるタイミングも以前私覚えているのが1月に発表されるものかと思ってたんですけれども、しばらく発表されず、なぜか日本人枠だけゴールデンウィーク明けぐらいにポッとこう発表される。だからそれまでずっと待ちぼうけで、年明けにすぐ行きたいという方もしばらく待ったりとか、あと本当は3月4月に出発したいんだけれども、まだ発表されてないのでそれを待つしかないということで、機をこう逃してしまった人も覚えてます。なので今のところは1343あるので、例えばこれから、2024年になってね、2月ぐらいから行こうかなとか、あと、よく多いのが4月とか、そのあたりですね、日本でいう春、このあたりに、仕事を辞められたりとか、今までこう、続けてきた仕事を一段落して出発したい、また休学していくっていう方もその時期多いんですけれども、特にその 春先に出発を計画されている方は、絶対もう今のうちに申請しちゃった方がいいと思います。で、ビザのルールなんですけど、カナダのワーキングホリデーのビザは、ビザの発給日から12ヶ月以内に渡航してください。つまり、ビザが目立たくこう発給されてから1年以内にカナダに出発してくださいよっていう、こういうことですね。つまり発給された日から12ヶ月以内にカナダに入国してくださいということです、ね、で、その入国日から12ヶ月間滞在が可能ですので、なので、先ほども申し上げましたように、例えば4月1日から行きたいなっていう方は、もう今1300枠ある中で申請をして発給されれば、出発まで多少時間があったとしても大丈夫なんです。で、入国してから12ヶ月間対応できるので有効ですので、これ全然問題ないです。なので、春先計画されている方は今やった方がいいと思いますね。それともう一つ注意しないといけないのが、皆さんがビザを申請するときにパスポートもちろん必要なんですけど、パスポートの有効期限要チェックですね。パスポートの有効期限がその時に1年以上ある方は全然問題ないんですけれども、でもやっぱり2年3年あった方が絶対いいんですけれども、1年を切ってる方とかは本当に気をつけてください。ワーキングホリデービザはパスポートが失効するとともに、いくら入国した時から12ヶ月間であろうが、パスポートの失効が優先されるので、パスポートが失効するとカナダのワーキングホリデービザも失効しちゃいますから、ですから一番のポイントは、申請をするときに皆さんのパスポートの残存期限が十分にあるかどうかということ、これ要チェックですね。今までそれを知らずにご自身で申請した方で、え？っていうふうな、ちょっとこう驚くべきことになった方が少なくないというふうに聞きますので、これ要チェックポイントです。今回はカナダのワーキングホリデービザについてお話ししました。まだ1300枠ありますから、特に2024年、来年の春先に出発される方は、もう急いだ方がいいです。ぜひ相談ください。JST では、留学ワーキングホリデーの他にも、海外挙式とか海外旅行、沖縄旅行も手続き手配しておりますので、ぜひ皆さんお問い合わせください。今回の動画が役に立ったなというふうに思った方は、ぜひいいねボタンを押してください。それと、まだチャンネル登録、まだの方は、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。これからも留学ホームステイ、ワーキングホリデーの情報をお届けしたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。